宇宙、夜はなぜ暗いのでしょう。その答えを駅の3つの項は容易に教えてくれます。答えは3つあります。天、人、地。まず第一、地の答えからお話ししましょう。宇宙に広がる速さに星々の誕生が追いつけない、星たちの数が圧倒的に少ないというのが答えです。宇宙の星は次々と生まれています。しかし宇宙全体を照らすことができません。宇宙の広がるスピードに星の生まれが追いついていけないからです。そして星には寿命があります。光は星の寿命とともに弱くなり、いずれ消えてしまいます。永遠に光り続ける力はありません。星たちは宇宙を明るさで満たしたいという意識を持って輝いています。しかし宇宙の広がりたいという意識がはるかに上回る速さと力で広がっているからです。宇宙は光で満たされることはありません。星の誕生が宇宙の広がりに追いつけないから宇宙は暗い、夜は暗い。これが駅に言う地の答えです。二つ目は人の項、生物の進化からの答えです。答えは地球上の生物には暗さが必要だから、夜は暗いが第二の答えです。太陽の力は絶大で、あらゆる気の動きを地球に誘発しました。太陽のパワーは全ての進化の源です。太陽のパワーによって生まれた私たちは、その光の範囲内でしか存在できません。太陽の提供しているパワーを超えたエネルギーを感知すること、見ることはできません。できないような進化を選んだのです。太陽に生命を育まれたからには、太陽の光しか必要としません。それ以上を得てしまうと破滅、以下でも破滅する生き物なのです。そして月の影響も受けて進化を遂げた私たちは、暗いという現象にも生命を育まれたのです。暗いという現象により細胞は急速し、進化するようになっているのです。生物が進化するためには暗さはとても重要なのです。生物として明るさ、暗さ、どちらも必要。昼と夜、光と闇、二つの力があって誕生し進化したのです。生物として必要とする光が限られ、地球上で生きるためには必要のない光は感知できないようになっているのが人間、私たちです。これが二つ目の人の項からの教えです。三つ目、天の項からの答えです。宇宙は暗くないというのが答えです。宇宙は常に星の生成と破滅が繰り返されています。宇宙で繰り広げられている全ての事象は光で構成されていると言ってもいいでしょう。私たちが耳で聞く音、鼻で感知する匂い、本来はこれらも光の粒子として見えなければいけない現象なのです。常に光や電波は飛び交い、動き広がり続けています。まだ私たちの観測できていない未知の電波、光現象も動き回っています。目で見えていない光が常に宇宙全体に広がっているのです。宇宙には暗い場所はどこにもない。これが第三の天の項の答えです。宇宙には暗さはありません。光で満たされ広がり続けているのですが、私たちの目がその光の存在を感知できないように作られているだけなのです。太陽の高周波以上以下の光はシャットアウトするようにできています。宇宙には光が充満しているのです。私たち人間の目を容易に潰すほどあまりにも眩しく重いのです。宇宙の始まりは光をここにあれから始まりました。私たち心の中で繰り広げられている葛藤は、この宇宙の光を感知しようとあがいている姿なのです。満たされているはずの光が見えないために、私たち人間は存在しないはずの暗さに怯え、不安を感じています。生物進化の支配者である太陽と月の力から解脱できないでいます。真昼であろうが夜間であろうが、目を閉じてしまえばいつでも暗闇に入れるために、宇宙の中にある心の光は閉まることがないということに気づいていません。また知ろうともしていません。太陽は教えています。これが宇宙の光だ。そして地球と月は教えます。輝けないからこそたくさんの光があることを発見できる。私たちに遠くの光を見なさいと教えています。また見せてくれているのです。完全な暗さはこの宇宙にはない。太陽の支配から離れてごらんよと教えています。